はい。ハッピー世界線の皆様、こんにちは。竹千代です。今日はですね、ちょっと質問いただきまして、あの、システム手帳をね、はめましての方。 で、おすすめの手帳ありますかっていう質問をいただきました。ま、あでも、ただ、おすすめの手帳って言ってもね、あのー、私がおすすめする時、予算もわからないです <laughs>。あと、サイズとかも、ほんと、その人その人によりけりなんで、もう、まずはね、私がちょっと、えっ、ー、と、サイズの説明と、あとはなんか、どういうところをポイントとして、そのシステム手帳を選べばいいのかっていう、完全にもう、個人的なね、意見のもとにね <laughs>、いろいろ話して、 話をしていきたいなと思いますただまずね多分ね動画を見るよりも 本読んだ方が絶対に情報量多いです。あのもうありとあらゆるね動画でそのおすすめのシステム手帳とかって上がってると思うし、私もかっこそのシステム手帳のえっとこととかね、再生リストにシステム手帳始めましての方これ見て動画みたいな再生リストがあるんですよ。なんだか、そ、だからその中にあのー、前にね撮ったシステム手帳のおすすめとかたくさんなんかあるんですけれども、それよりもまず雑誌読んだ方が絶対情報量多いし、絶対 正しいしい <laughs> なんで、あの、もし、えっ、ー、と、最終システム手帳ね、買うかどうか迷ってる人は、このシステム手帳スタイルボリューム7っていうやつがあるんですけれど、それを買ってください。うん。あの、このシステム手帳スタイルって、あの、趣味の文具箱は特別編集っていうことで、1年に1回発行される雑誌なんですけれども、私は、えー、システム手帳を始めたきっかけが、このシステム手帳スタイルのボリューム1ね。ボリューム1が発売した時に、たまたま丸の内の丸善で、それが平積みされてて、 で,で、その表紙がね、アシュフォードのプレスコットっていうやつが表紙だったのね。で、それにもう惚れて、えー、っと、この雑誌を買ってって、ボリュームはね、買って、 で、もう一週間後ぐらいにはファイルファックス買ってたのかななんで、そんな感じで、なんかいろいろね、えー、情報も満載だし、どんなメーカーがあるのかとか、どんなリフィルがあるのかとか、どんな楽しみ方があるのかっていうのが、えー、本当に必要くまとめられているので、あと何と言っても私この中で記事書いてるから、そのシステム手帳を始めましての方に向けてね、記事書いてるから、なんで、えー、と余計におすすめしております <laughs>。まあ、ただ、まこちら雑誌ね、雑誌もしかしたらもうね、書店にさんにはないかもしれない。 な,ないですね あの、リミットが2023年の1月29日だから、もしかしたら多分もうね、あのう、売ってない可能性もあるんですけれども、アマゾンとか見ると、例えばなんか、キンドルのアンリミテッドとか登録してる人は、これシステム手帳スタイル多分過去のやつ全部見れると思います。プライムリーディングで見れたかなプライムリーディングちょっとわかんないんですけれども、とりあえず、キンドルのアンリミテッドとかに、えーっと、登録してる人、あとは、普通にその、キンドル版の、あの、電子書き版もあるのかななんで、それを見てみて、 くださいここをこれはね本当にねシステム手帳スタイルのボリューム7はもう本当に原点に立ち返ってボリューム1並みのね もう本当にこっからシステム手帳を始めていくんだよって人に向けて書かれた記事がたくさん入ってるので、なでこちらはね、マジでおすすめです。なんで、本当に動画10本見るんだったらこれ一冊読んだ方絶対いいので, <laughs> なで、ね。なのでよろしくお願いします。ただ、まあ、そういう、そうは言うてもね、私が今持ってるその手帳の中の一部でね、えっ、ー、と、こんなサイズがあるよとかね、こんなポイントがあるよとかっていうのは今から説明していきたいと思います。まず、そのシステム手帳を選ぶときのそのポイントとして、どんな手 を目指したいのかっていうのがもう第一にありますねなんでもう一番いいのはね一番いいのはもうこの人の手帳みたいな手帳作りたいっていうのを決めちゃった方がいい あの、例えばそのインスタグラムとかさ、その YouTube だけじゃなくて、インスタグラムとかでもシステム手帳でタグ検索すれば、もうありとあらゆるね、えー、人の手帳が出てきます。なんで、その中で、あ、こういう手帳作りたいなっていう人をあのピックアップしてね。で、えっ、ー、と、一番いいのは、もうその人と同じ手帳買っちゃうっていうのが、一番なんか多分ね、えっ、ー、と、安排かもしれないです。<laughs> まあ自分でね、えっ、ー、と、いろいろ探す楽しみもあるんですけれども、多分その憧れの人のと同じ手帳を持つとかね、そういうのって結構モチベーションにもなるし、えっ、ー、と、あとはね、んと、なんか、その理想像がね、やっぱ、ビジュアルでもあるっていうことはさ、もうやりやす続きやすいじゃん。 一番で、ね、買ってね、えっ、ー、と、心配なのは、その本側の手帳で最初から買って続けられるかどうかみたいなね。それなんか継続できるかどうかっていう不安があると思うんですけれども、もうそういう方は、そういう憧れの人と同じ手帳を買って、憧れの人と同じの持ったーみたいなね、感じの、えっ、ー、と、そういうバイブスでね、行った方がいいかもしれないですね。私も、ファイルファックスのオリジナルっていうバイブルサイズの23ミリ系の手帳が最初の手帳だったんですけれども、それも、 システム手帳スタイルのボリューム1に載ってた、そのファイルファックスを使っている、その人はオリジナルというか、もう本当のね、1980年代と90年代に、えっ、ー、と、日本に入ってきたマジのファイルファックスを持ってた方なんですけれども、その方のめっちゃ分厚い、もう、何このタウンページみたいな、あのね、厚さのね、手帳に憧れて、それが私の最初の指標になったわけよ。だから、結局、もうそうなってくるとね、 自分は、じゃあ手帳はパンパンにしたいっていうことが思わまず分かるじゃん。もうそこでも、もう二手に分かれます。手帳をパンパンにしたいのか、それともスマートに持ち歩きたいのかね。もうそれだけで、もうリング系が全然違ってくるね。で、リング系ってこのね、えっ、ー、とシステム手帳、各システム手帳には、こういうなんかリングがついておりますけれども、こちらのリング系が小さいものを選ぶのか、大きいものを選ぶのかで変わってきます。ね、えっ、ー、と、 そのリング径に関しては、まあ、小さい、小さいっていうか、比較的に持ち歩きしやすいのは15ミリ以下ですね。あの、15ミリ、16ミリ以下ぐらいが、えー、持ち歩きはすごいしやすいです。19ミリ以上になると、 結構なんか紙ね、入れようと思えば入れられるので、あの、重くなります。なんで、それなりに荷物重くなってもいいよっていう人は、荷物重くなってもいいし、プラスでパンパンにしたいよっていう人は、えー、あり、ありとあらゆるサイズの中でも、やっぱ19ミ、mm、リ以上を選ぶのがいいのかなと思います。まあ、ただま、手帳によって、手帳のそのサイズによってね、 大体こういうリング系で売ってるのが多いよっていうのはあるから、それもその傾向はちょっと今から説明していきますけれども、まず本当ポイントその1はどういう手帳にしたいのかね。もうパンパンにしたいのか、スマートに持ち歩きたいのか。あと、まあ、選ぶときそのサイズの選びって一番なんか難しいと思うんですけれども、もし今自分が使ってる閉じ手帳とかがあるとするなら、それと同じぐらいのサイズをね、選ぶのがね、一番いいんじゃないのかなと思います。例えばなんかこういうなんかバイブルサイズとかだとさ、閉じ手帳で いうとこのどんぐらいなんだろうね。とじ手帳。バイブルサイズって、そうだよね、こういう文芸書よりもちょっと小さいんだよね。まあ、新書ぐらいですかね。新書よりちょっと大きいぐらいですかね。ちょっと新書、新書が今あるかな <laughs>。新書、新書。新書、新書。あ、新書がない。新書がねえな。新書がない。今ちょっとね。 私の部屋には新書っていうものがないですね <laughs>。マジか。新書必殺もないんだけど。ということで、ちょっとね、新書がないから比べられないんだけれども、ただね、新書と同じぐらいのね、ちょっと、ちょっとだけ若干違う、違うけれども、だいたい新書みたいなサイズです。今度ね。新書みたいなサイズになっております。で、じゃサイズどうしよう。大きいやつから説明していくか。まずじゃあ英語から説明していきますか。じゃあ英語サイズ。 システム手帳の最大のサイズですね。が、こちらの A5 サイズになっております。A5 サイズはもう一番簡単だね。A4 の半分です、ディフィルが。なんでこんなね、感じで。A4 サイズに印刷したものをそのまま半分に折って入れられるのが A5 サイズです。で、A5 サイズに関してはね、もう今ね、 えー、100均とかでも売ってるかな ?100 均でも、英語とバイブルとかだったら、ワンチャン100均にも売ってます。なんで、もし、 その最初からその本革の手帳が、手帳買うのはちょっと勇気がいるなって人は、まずはなんかそういうね、えっ、ー、と、ロープライスのものから始めていただいたりとか、あと私の場合は、もうそもそもすっごい飽き性なんですよ。めちゃくちゃ飽きる人なのね。なんで、えっ、ー、と、最初にその本革の手帳を買って続けられるか不安だったので、最初バイブルのリフィルだけ買いました。バイブルサイズのリフィルだけをその丸のちな丸禅で買ってって、で、何日か続いたらね、 私3日でも3日ぐらいしか試してないかもしれないけれども何日か書いて続いたらもうこれは OK だなっていうことで買うっていうことにしてなんで最初、まあその100均とかでその本体のね側買っちゃってもいいんだけれどもリフィルだけ買うっていうのもありかもしれないですねでシステム手帳のリフィルのサイズっていうのは調べれば出てきます例えばミニ6リフィルサイズとかえっとバイブルリフィルサイズとか調べていくとえ検索するとね必ずその紙の大きさ出てくる るので、もし買うのもなっていう人は、自分でその紙をさ、紙に定規当てて、そのサイズをね、再現してみるっていうのも一番手頃な方法かもしれないですね。で、英語サイズ。まあ、このね、一番大きいサイズなんですけれども、まあとかくやっぱり資料はね、挟みやすいですね。なんで、例えばその英語サイズだと、本当、机の上のに置いとくようなね。仕事で机の上に置いとくような手帳なイメージかな。ただまあ今、今昨今ね、この勉強系でも。 英語のサイズのリフィルってすごい充実してて、まあ、多分韓国から入ってきたと思うんだけれども、その文化ね。そのやたら、英語、ロフトとか行くと、その英語のもうちょっとカジュアルな感じの見た目の、えー、手帳とか、あとリフィルとかが売ってたりとかします。ただ、いかんせん大きいので、 これをあのバッグに入れて持ち歩くってなると、もうちっちゃいバッグの人はもうダメだよね <laughs>。なんでまあ、手帳をさ、常に持ち歩きたいのか、家置きなのかっていうのにもよりますね。大事なポイントね。ちょっと待って。書いとかないと忘れるね。書いとかないと忘れますね。まずはリング系ね。 リング系が大きいのがいいのか、小さいのがいいのかね。それはもうパンパンにしたい人は大きいの選ぶしかないよ。パンパンにしたいのか、それともすごいスマートにね、スマートに必要なものだけ入れて持ち歩きたいのか。スマートに持ち歩きたいのか。でも変わってくるし、歩きたいか。あとはもう理想像がね、あるかどうかね。 理想像があると、本当にそれに、その人が使ってるのに近いやつ、もしくは同じやつを買うのがで、ね、一番良いですね。理想像があるかどうかね。どういう風に手帳を使いたいかっていうね、あるかどうか。あとは、えー、っと、その大きさね。システム手帳自体の大きさです。常に持ち歩きたいのか、家置きなのかね。 家置き。家置きだったらさ、別にさ、どんな、どんだけでかくてもさ、いいしさ。あともう、ほんと、リング系が大きくなる、イコール、紙いっぱい挟めるっていうことは、あの、必然的に、めちゃくちゃ重くなるんで、例えばこれ、英語サイズの、これは15ミリですけれども、例えば、英語サイズでも30ミリとかのね、この倍のリングのやつとかってあります。ただ、それを持ち歩くっては、なかなか筋トレです。なんで、家置きするのか、 ま、家置きだったらもうね、その30ミリとか何でもさ、別に重くたって何だってさ、家置きだったら関係ないから、なんでこう家置きするのかと、常に持ち歩くのかでも全然違ってくるし、常に持ち歩くのかね。でも変わってくるし、あとは自分が今使っている手帳に近いサイズを買うのもあり。自分が今使っている手帳と、 手帳と同じようなサイズね。もうこれも出てきます。例えばバイブルサイズのジャケットな、な,なんか何、縦横何センチみたいなサイズとかもあの出てくるので調べれば出てくるのでそれはもう調べてみてください。自分が今使っている手帳と同じようなサイズのものを買うね。ものを買うと。 で、今、英語サイズを説明しましたけれども、で、英語サイズがあって、よいしょ。で、次、バイブルですね。バイブルサイズ。バイブルが、これ、私が今使ってるものもバイブルサイズになります。で、一番なんかまあ、システム手帳の標準的なサイズとされるのが、このバイブルサイズです。 あの、表記として、バイブルサイズ、まあ、聖書サイズとかね、いろいろありますけれども、同じものを指しております。このバイブルサイズが一応システム手帳の標準のタイプ。なんで、レフィルも豊富です。 リフィルってこの中身にね、入れる、こういうアクセサリー系のものをリフィルって言うんだけれども、そのリフィルもめちゃくちゃ豊富です。例えばなんか限定でリフィルがイベントで出るよとかそうなると、あの、だいたいそのバイブルサイズは出がちですね。その標準サイズだからね。なんで本当なんかシステム手帳のスタンダードを使いたいんだったら、多分バイブルから入った方が各メーカーいろんなの選びたい放題だと思います。うん。私もそのシステム手帳を始めるときに、まあ、そのね、ファイルファックス 使っっっててたた方のそののそ手帳がいいなって思ももあるけれども私は本当スタンダードが好きなので <laughs>、スタンダードが好きなので、まずはちょっとバイブルから始めてみようということでバイブルにしました。で、バイブルで始めて、もうちょっと筆記面積があった方がいいなって思った時に英語サイズに行ったりとか、じゃあ、で、えー、っと、英語サイズに行ったり、あとはもうそのバイブル使ってて、もうちょっと小さ,小さくて持ち歩きできた方がいいなってなったら、次、下のサイズ、ミニ六サイズにすると、 ね、まあそんな感じで、まあ最初バイブルを買ってみて、それ基準にして選んでみるのもいいかもしれないですね。うん。なんで、えー、っと。で、これがバイブルサイズね。で、バイブルサイズも、こちらに関してもですね、あのー、もうしリフィルの種類も多ければ、各メーカーが発売してる、このジャケットね、この側ね、本体ね、もうめちゃくちゃあります。超ある。 ね一番選べるかもしれないですね、バイブルサイズがね。で、今、これ、私が使ってるのはノートタイプの15ミリっていうリング径なんですけれども、このノートタイプ15ミリになると、本当持ち歩きはめちゃくちゃしやすいです。 えっと、ノートタイプって、そのベルトとか、そのボタンとかね、ついてない分、やっぱ横幅がスマートなのよ。で、プラス15ミリっていうことで、厚さもあんまりないっていうね。同じ15ミリでも、ロロマのクラシック、ロロマクラシック、ロロマのクラシック <laughs> ロロマクラシックの15ミリっていうのがありますけれども、どうですかちょっとなんかさ、若干、若干だけどさ、やっぱりこっちの方が大きいような気がしない若干ね。同じ15ミリリングです。同じ15ミリリングなんだけれども、やっぱこのベルトが、 あるなしで、ちょっとだけ横幅が変わってくるので、これね、本来、本当はないからね、これリフィルだからね。本当はないので、こんな感じでちょっとね、変わってくるものがあるので、なんで、えっと、持ち歩きを考える人は、このぐらいの15ミリでスマートな感じのものを持つのが、まあいいかなと思います。同じロロマさんでも、これ15ミリ、これ、この15ミリってやつと24ミリってやつがあって、もうこれはもうめちゃくちゃ大差だよ。 う見てください。わかるかなこの大きさの違いが。もうちょっと引くか。こんな感じで、あの、やっぱり、同じね、同じロロマクラシックといえど、このリング系が違うことによって、だいぶ大きさが上がってきます。だからもうこっちにね、こっちをパンパンにしようものならだいぶ重くなるので、 これ、このリング圏もね、全然違うでしょ、このね。こっちが 15? これ15だっけで、こっちが24かなうん。ちょっと、そ、そこのリング圏もしかしたらなんか数ミリの誤差あるかもしれないけれども、まあ、大体そんな感じですね。なで、もこれで、まあ、パンパンにしたいんだったら、このロロマさんの、この24ミリがいいし、スマートに持ち歩きたいんだったら、こっちの15ミリがいいしっていう感じですね。 まあ、ロロマさんはほんとおすすめよね。まあなんかありとあらゆるそのいろんなメーカーの手帳の中でエントリーモデルとか代表モデルっていうものがあるんですけれども、例えばアシュフォードだったらエントリーモデルはディープっていうのがエントリーモデルになってます。それはもう価格帯もあれだし、経年変化もすごい楽しめるということで、これはもうね、うん、安心安定の感じかな <laughs>。 アッシュフォードの中では、そのディープってのと、あと、イシューもね、イシューっていうやつも、えー、結構手出しやすい値段かなと思います。ただ、あの、システム手帳選ぶときね、あまり妥協はしない方がいいです。あの、値段のところでね。例えば、なんか一番欲しい手帳があったとして、 で、二番目もあったとすんじゃん。その一番欲しい手帳がめちゃくちゃ、ちょっと値段が自分が思ってたよりも一万円ぐらい高かったとすんじゃん。で、だから、ええー、と、その一番のやつじゃなくて二番のやつを買うってなると、もう最初の時点でちょっと愛着のがね、あのー、ちょっとね、やっぱりね、問題変わってくるんだよね。やっぱり一番欲しいやつ、欲しいと思ったやつが高かったとしても、どうにかこうにか工面して買うのがほんと一番いいです。その方がね、長続きする、えー、その度合いがね、ちょっと違ってくる なんで、あの、これ見てる人の中で、そのシステム手帳今から買いたいって思ってる人は、 その値段見てビビらずに、もう最初に自分が惚れたものを買った方がもうほんと絶対いいと思います。だからほそれこそさ、最初にさ、その、まあでも、王染とかもう抽選販売だからな、ノックスの汚染っていうね、もうこれもね、最強の手帳があるんですけれども、こちらもね、すっごいおすすめなんだけれども、これになるともうほぼほぼ6万円なので、ね、バイブルサイズとかでも <laughs> で。そのぐらい違うんだよ。もうカバ,ーカバーとか、もうその素材感もそうだし、あの、どこのメーカーが作ってるのかとかね、それでも全然値段 でも、だいたいね、3万5千円ぐらいとかね、あればね、3万円ぐらいあれば、そう、万年スもそうだけどね、万年人もさいき、3万円用意するとさ、結構いきなりなんかラインナップがぐんって増えんじゃん、選べるやつが。多分システム手帳も3万円ぐらい、えっ、ー、と、あれば、かなりのね、ものを選べると思います。ただやっぱり大きくなれば大きくなるほどね、サイズが大きくなれば大きくなるほど、やっぱり、 その皮使ってる量が大きいからさ、多いからさ、ちょっと高くなっていくのはそれはもうね自然なんだけれども、うん。なんで、そこら辺だけ頭に置いといてくださいね。やっぱりサイズが大きくやれば大きいほど高くなっていきます。<laughs> まあ小さいものでも高いものは高いけどね。まあ、ただまあ、 うんと、やっぱりその妥協しないで選んだ方が絶対長続きするし、結局、あの、もしね、システム手帳にはまったとしたらね、絶対に最初一番欲しかったものを買うことになると思うので。大体そうなんだよ。あの時買えなかったらあいつ買おうみたいな感じになるから、だったらもう最初にちょっとね、プラス1万円ぐらいして買った方が、あの、ま、コスパ的にもいいんじゃないのかなとね、思います。 ね、このバイブルサイズで今、ロロマさん用意しましたけれども、ロロマさんはすごいおすすめですね。もう初心者の方にもすごいおすすめ。なぜかっていうと、経年変化がめちゃくちゃわかりやすいから。経年変化って使っていくうちに、あの、革なんで、本革なんでね、ツヤツヤになっていくのよ。これまあ、本革のバッグとかさ、持ってる人、あとキーケースとかの革小物持ってる人は、よくわか,分かってると思うんですけれども、えー、こういう革小物は変化していきます。使っていくうちにツヤツヤになっていきます。まあ、革によってね、特性があるから、そのツヤツヤになるのか、もうちょっと深みのある色になるのかっていろいろあるけれども、 もう、このロロマさんに関しては、もう誰が使ったとしても、いい経年変化をします。うん。なんで、このロロマさん、本当おすすめですね。めちゃくちゃおすすめ。うん。私が今思い浮かべる中で、初心者の方、初めましての方に、これ買ったらええよ、みたいなおすすめするのは、やっぱこれか、あとなんだろうなアッシュフォードだったら何かな。まあ、ディープもすごい好きなんですけれども。<laughs> ディープも好きなんだけどね。うん、何を勧めするかな。あとはまあ、代表モデルで言うと、アシフォだったらヘリテージとかね。そういうのとかもある。ただそうやってなるとエントリーモデルじゃないので、値段もちょっと上がってくるので、ちょっとね、そこら辺はね、えっ、ー、と、自分のお財布と相談してください。あとはまあ各メーカーさんのホームページをね、オンラインスタを見ちゃうのがね、一番いいかもしれないですね。プロッター、ノックス、 あと、アッシュフォードね。ブレイリオはどうだろうど、どっちかっていうと、そのオンラインよりも多分実店舗で買った方がいいのかなあんまりなんかオンラインで多分楽しめるのは、このプロッターノックスアッシュフォードっていう、この3つだと思います。あ、あとメモリストね。メモリストっていうね、手帳もあるんですよ。メモリストの場合は、もう本側とかではなく、もうちょっとカジュアルなね、感じになります。カジュアルだけれども、えっ、ー、と、遊び心がめちゃくちゃあるね。えー、リフィルがたくさんあるね、メーカーさんですね。今ごめんね、ちょっと本側のさて、 手帳しか用意してないから、メモリストの手帳用意してないんですけれども、あの再生リストの中にもう必ずそのあります <laughs>。なんで見てください。その初心者さんもおすすめのみたいな感じのね。再生リストの中にあるので、それをね。見てみてください。で、バイブルサイズでしょで。今 これちょっとね、並べていますけれども、こんな感じでね、もう全然、そのノート、ノートタイプなのか、このベルトがついてるタイプなのか、あとホックボタンのこのタイプね、これはホックボタンの、これ、アシュフォードのそのヘリテージってやつなんですけれども、このホックボタンタイプなのかでも全然ね、違ってきますね。これね。これねで、こっちのヘリテージに関しては25ミリリングです。 なんで、比べてみると、ちょっとロロマさんの24、24じゃなくて15で比べてみるけれども、こんな感じでね、んだいぶ違います。だいぶ違います。<laughs> もちろんもう、おっきいリング径がいいっていう人とか、あと紙物をたくさん挟みたいんだっていう人は、ほんと19ミ、mm、リ以上がおすすめです。19ミ、mm、リ以上ないと、そんなたくさんは挟めないです。で、25ミ、mm、リとか、この24ミ、mm、リとかね、あとファイルファックスだと23ミ、mm、リだったりとかするんですけれども、 大体23、4、5っていうのは本当にいっぱい挟めるので、もうここら辺はもうだいぶ挟みたい人向きね。もうリフィルパンパンにして、もう超パンパンにして持ち歩きたいっていう人はこういうのがいいかもしれない。持ち歩かなくてもいいけどさ。<laughs> こういうのがいいかもしれないですね。で、バイブルサイズの説明が終わりでしょう。よいしょ。ちょっとさっきのページを広いとかないとね。よいしょ。えい、えい。まあ、バイブルサイズね、あとね、 あの、シールとかも貼っていろいろデコレーション的なやつを楽しみたいっていう人もバイブルがおすすめかな。まああの、この下のサイズのミニ六サイズね、今から説明しますけれども、ミニ六サイズっていう手帳でも、これがミニ六なんですけれども、ミニ六サイズでも、まあ、シールとかで、ね、ペタペタ楽しめたりとかするんですけれども、そうなってくると、もともと字がでかい人とかは、シール貼ってなおかつ自分の字がでかいってなると、結構書く、 書くスペースが限られちゃったりとかするので、と字が大きい人とかこういうバイブルサイズとかね、選んでいただくのがなんか一番いいのかなと思います。私は別に字でかくはねえですね。でかいタイプではないです。あ、もうどっちかっていうとちょっと字ちっちゃいかもしれないですね。 で、バイブルサイズにシールペタンペタンポしてね、えー、やっておりますと。で、次、ミニロックサイズですね。まあ、ミニロックサイズももう超人気のサイズです。今多分ね、ほんと多分メジャーなのがね、バイブルサイズ、もちろん今でも標準とされてるんですけれども、バイブルとミニロックはね、もう2大巨頭で人気なサイズだと思います。で、何がいいかっていうと、やっぱ持ち歩きのしやすさね。えっ、ー、と、ミニ6になると、 システム手帳のミニ6はリング系リング形ね。このリングのね、大きさね。リングの大きさが大体19か、ま、13あたりが一番なんかドメジャーで出てきます。うん。そこら辺が一番出てくる19ミ、mm、リ前後と13ミ、mm、リ前後が一番ね、あの、多いです。 で、中には、ファイルファックスのノーフォークっていうやつだけ、ミニ六なんだけれども、あれ25ミリだったよね。っていう、めちゃくちゃでけえリングのやつがあるんだけれども、特殊です。もうそんなね、大きいリング系を、えーと、普通のメーカーが発売してるのはファイルファックスしかないですね。大体がやっぱり大きいサイズって言ったら19ミリもしくは20ミリ。あとは、もうほんとスタンダードだって言ったら13ミリとかになっちゃいますね。で、これも、 ちょっと見比べてみると、こう分かりますかねこの 19mm とこの 13mm のこの差が分かるでしょうかでもさっきのあれよ、バイブルサイズの 25mm と 15mm の違いみたいな感じで、やっぱミニ6はミニ6で、もう比較的ね、そのバイブルに比べたらどっちも小さめだから、持ち歩きはもちろんしやすいんだけれども、ただやっぱりこのくらいのね、大きさになると、やっぱ紙の量がね、挟める量が大きくなっていくので、幅も取るし、重くもなります。こっちはもうほんとね、持ち歩き、 特化型でですすよねねめちちちゃゃ、ね、くあののの軽快にに持ち運べるぐらいのものになりますでこっちがアシュフォードのヘリテージのスタンダードっていうもので、こっちがノックスのプレミアム。これオンライン限定のカラーですね、おそらく。こんな感じのね。中がなんかすごいオレンジのね、綺麗なやつなんですけれども。で、このね、ミニ6サイズね、ありますけれども、よいしょ。 ね、比べてみるとわかります通り、そのやっぱりリング系の違い大きいよね。それだけでだって幅がこんだけ違うんだもん。まあもちろんこれね、アッシュフォードね、あの、スクエアバッグって呼ばれる角背のね、こういう角がさ、辞書みたいになってるね、手帳があるのよ。これ結構アッシュフォードのハイエンドモデルでは、ハイエンドモデルっていうかそこそこ値段のするやつでは、この、えーと、企画をね、このスクエアバッグっていう角背の方法を取りがちです。 ただ、これ何がいいかっていうと、もう最初からね、180度パターンとフラットに開くのよ。見て、このね。普通の手帳だったら、やっぱり、慣れるまではね、この V 字がね、 V 字を押さえてね、こう書かなきゃいけないんですけれども、えっ、ー、と、アシュフォードのスクエアバッグっていう表記がされてるものね、大体そのオンラインストアを見ると、スクエアバッグのやつは、ちゃんとスクエアバッグって書いてあったりとかするので、それ見てみるとね、スクエアバッグは、これはもう最初から180度綺麗にパタンと開くので、そのリフィルをね、この中に入れて、ここで手帳を書く人とかは、もうめちゃくちゃその快適さはね、すっごいわかると思います。多分これ見てる人の中でも、一回スクエアバッグになれちゃうと、他の手帳をね、スクエアバッグじゃない手帳を使うと となななななかかかかねね <laughs> こんな感じだったかみたいな、ね、なったたたみいりとかするので私が今使っているこちらの、えっ、ー、と、レクタングルオルターさんもスクエアバッグですね。この角でのね、えー、辞書みたいな感じのものになっております。で、さっき言ったこれもね、角でですねで。他のやつはね、もうね、あのー、 大体いいなんかこんな感じよ。あの開いたとしてもね。開いたとしてもこうなんだけれども、スクエアバッグ採用してるものは、こうパターンと180度フルフラットに開くものになっております。まあこの角出じゃなくても、リフィルをさ、多少さ、これとかでもね、リフィルを多少、多少っていうかもうたくさん入れれば、そのリフィルの重みでちゃんとこうやって開くようにはなるんですけれども、パターンがいい人はそのスクエアバッグのね、アッシュフォードのスクエアバッグが一番いいのかなと思います。 で、ミニ6サイズとそのバイブルサイズね。えっ、ー、と、ここら辺がもう二大巨頭で人気のサイズなんですけれども、まあミニ6サイズは結構ね、ファッション系のハイブランドとかあるじゃん。えー、そういう、えー、ファッション系でもミニ6サイズはね、やたら手帳が出てたりとかします。今はちょっとね、あの、あんまり出してないかもしんないけれども、うん例えばその、なんだろうね。例えばなんだろうな。 ちょっとわ分かんない <laughs>。ハイブランドの,その手帳あんまり買ったことないからわかんないけれども、で、ミニ6サイズが結構多いんですよ、そのハイブランドが出したやつね。なんでかっていうと、これね、あの前聞いたのよ。なんかフォロワーさんに、なんでそのハイブランドとかって、やたらこのミニ6サイズで手帳出すんですかねみたいな話をしたら、そしたら、やっぱりそのハイブランドのバッグってさ、小さいの多いじゃん。なんかあんまりなんかでけえさ、でけえバッグっていうよりかは、ほんとなんか手でのこのハンドバッグみたいな だよね。 感じの持てるサイズが多いから、だからこそその中に入れるためにはさ、こんなにでかいとさ、バッグのもう半分の面積締めちゃうじゃん。だからミニロックサイズが多いんだと思いますよっていう話を聞いて、うわ、なるほどと思ってね。もう多分それだと思います。きっとそのバッグに入れやすいっていうね。なんで、えっ、ー、と、ごめんね。スクエアバッグの、スクエアバッグじゃなくて、このさ、オルターさんにさ、私のハンドクリームめっちゃついちゃった。<laughs> なので、えっ、ー、と、究極に持ち歩きを重視したい っていう人はこのミニ6サイズは超おすすめですね。バイブルサイズだとやっぱり多少なりともね。このでかくなっちゃうので、バッグが元々でかい人っていうのはバイブルサイズのこの15ミリリングなんてさ。もう簡単に入ると思うんですけれども、もバッグが比較的小さめのボディバッグとかね。そう。選びがちだよ。っていう人はミニ6サイズがとってもおすすめですね。で、このミニ6サイズの下にあの m5 サイズっていうのもあります。 で、M5 って言ったり、マイクロ5って言ったり、その呼び方はそれぞれなんだけれども、指してるサイズは全部同じです。ゃ今からちょっと M5 に登場していただきますけれども、これがバイブル、これがミニ6ね。で、次ね。えー、っと、これが M5 です。わ <laughs> かるこの大きさの違い。あ、今ね、えー、っと、ロロマさんこれ、ロロマの M5 なんですけれども、じゃあちょっとロロマのさっきのバイブルで比べてみましょうか。見てください。この大きさの違いね。 えっと、ロロマさんの24ミリ、15ミリ、こっちがこれ何ミリだっけ ?11 だっけ十一だっけなでこれね、まあ。とりあえずそのバイブルサイズと M5 サイズ、こんだけ大きさが違います。まあ、普通に人に説明するときに、えっ、ー、と、M5 サイズって大体なんかちょっと名刺よりも大きいサイズのリフィルになるのよ。リフィル自体もね、見てこんな小さいのよ。なんでもう M5 サイズはね、結構もうね、最初に M5 行くのは結構 こう、うんと、マニアックかもしれないですね。<laughs> もちろん、最初から M5 選んでもいいね。も、あの、字が小さい人とか、もう、ポッケに手帳入れたいっていう人は、これ M5 一択かなと思うんですけれども、M5 サイズ、こんな感じでありますが、もう、とにかく、その、小さいから、かわいい。本当にかわいい。見てください。もう、みんな、みんなこのね、手のひらにね、乗るようなサイズ感になっております。 もうそれぞれさ、リング径がさ、13だったり11だったり、一番小さいのだと8とかあるのよ。8ミ、mm、リとかね、あるんですけれども、これが8ミ、mm、リだね。とかあるんですけれども、こうね、あるんだけれども、M5 サイズ界隈になると、でかいリングでも13が一番多いです。で、さっきも言ったとおり、ファイルファックスだけ15っていう M5 サイズでも15っていうやつを出してるんですけれども、ただ15ミ、mm、リになると、 うんと、そこそこミニ6ぐらいでかいような感じがします。手帳がね。手帳が、あの、リング径がやっぱ大きくなるっていうことはさ、その、覆う側もさ、大きくならなきゃいけないから、自然にね。なんで、ファイルファックスの M5 の 15mm ってやつは出てますけれども、多分ね、パッと見 M6 かっていうぐらい。M6 ってこのね、さっき紹介した M6 とかミニ6とかいろいろ呼び方ありますけれども、同じ差してるのはね。なんで、パッと見このミニ6かよっていうぐらいの大きさはあります。ただ、いっぱい挟めます。 で、M5 サイズは、だいたいまあ、さっきも言った通り、リング径が大きい方って言われてるのが13ミ、mm、リ、スタンダードが11ミ、mm、リ、で、もうちょっとスマートになると8ミ、mm、リっていうのがね、ありますので、これもね、ちょっとで、えっ、ー、と、覚えておいてください。あ、で、さっきのミニ6言ったっけミニ6は、だいたいその大きい方って言われるのが19ミ、mm、リ。で、えっ、ー、とー、多分、おー 多いのがね、13ミリとかもね、めちゃくちゃ多いと思います。19ミリとかのね、大リングってもうほんと最近出てきたの。ここ2、3年で19ミリリングってのがめちゃくちゃ増えてきたんだけれども、もともとこの19ミリリングでミニロク発売してたのって、ファイルファックスぐらいだったから、今アシフォードでもね、19ミリリングってたくさん出してますけれども、昔はファイルファックスしかなかったね。だからもうミニロクサイズで、えっ、ー、と、大きいサイズ、大きいリング系の手帳を選びたいっていう人は、もう自然にもうファイルファックスに行くしかなかった。 たんですけれども今割とね、ブレイリオとかでもミニ6サイズで20ミリリングとか出してたりとかするので、えっ、ー、とそ、そ、れもね、いろいろ見てみてください。ただ、まあ、19ミリ、20ミリぐらいがミニ6の中では大きい方と言われていて、えっ、ー、と、小さいのだと13ミリとかね、そういう風うになります。 ま、細かいね。あの、数ミリの差はあるけれども、大体そんな感じですね。で、M5 サイズね。まあ、M5 サイズもとってもおすすめなサイズだけれども、ただリフィルが小さくなるっていうことは、それ、アクセサリーリフィルね。中身に入れるマンスリー、ウィークリーも,もちろんあるんだけれども、それもめちゃくちゃ小さくなるので、ちなみにね、えっ、ー、と、M5 サイズのトゥードゥーリストとかだとね、こんな感じですね。これはね、でもね、幅は取ってある方よ。めちゃくちゃ取っている方。 えーと、私のちょっと待って、M5 どこ行った昨日ね、私 M5 をね、あれええー、ちょっと待って、ぼ、ぼ、僕の M5 どこ行ったのあのブレイリオのね、ジップタイプのやつにね、昨日いろいろ入れたんだけれども、すっげえ、どこで行方不明になったんどこに行ったんもしもーし。もしもーし。もしもーし。いたったったたた。あったあったあった。 そのブレイリオのね、この M5 のね、これジップタイプもありますね、これね。入れましたけれども、中身ちょっと見てみると。 あ、マンスリーでも入ってないわ。マンスリー入ってないかちょっと説明できないね。<laughs> ただその M5 サイズになるとちっちゃくてコンパクトでもうポッケにも入るぐらい冬のコートなんかバチバチにもうスルって入るんですけれども、スルって入る分、マンスリーとかウィークリーとかトゥードゥーリストとか普段使うようなリフィルのマス目もめちゃくちゃ小さくなるので、これは本当にね、慣れた人向きですね。慣れた人向き。でも本当最初はミニ六かバイブルかで選んだ方がね、一番いいと思います。リフィルもいっぱいあるしね。 以上。で、これが M5 サイズね。で、あと、まあ、今、A5 サイズ、バイブルサイズ、ミニ6サイズ、M5 サイズっていう4サイズを説明してきたんですけれども、特殊サイズがあってですね、えっ、ー、と、HB×WA5 っていうやつと、ナローっていうやつがあります。 最初 HB×W を説明しますけれども、もう HB×W 英語なんでさ、呪文みたいだけれども、これも、あのー、トリックは簡単なんですよ。H っていうのは、はい、あの、高さを表しています。H、はい、B っていうことは、H が、 バイブルサイズ。この、はい、高さがね、バイブルサイズで HB ですね。で、かける W 英語っていうのは W イコールワイドが英語サイズっていうことで、HB かける W 英語っていうね、えー、だいたい四角のサイズになっております。これはね、今出してるのはアシフォードですね。 ハッシュフォードがこういう HB×WA5 っていうサイズでシステム手帳とプラスリフィルを出しております。で、これは、えー、っと、特殊なサイズですね。その高さがバイブルで横は英語なんで、なんで、ちょっとこれはね、 hb かける wa のキュリオっていうね、システム手帳なんですけれども、これになるともう、筆記面積はマジで英語ぐらいね、あの気、気持ち的な、気持ち的な英語ぐらい書けます。で、いいのはね、いいところは、すっげーリング汚いじゃん。<laughs> いいところは、これね、hb、さっき高さがバイブルサイズって言ったでしょだから、あの、バイブルサイズのリフィルもこの中に入れることができるんですよ。 そういった意味では、これ HB×W 英語のリフィルだけじゃなくて、バイブルサイズのリフィルも楽しめるよっていう意味では、リフィルは結構選びたい放題あるのかなと思います。 私が最初にアッシュフォードのアンバサダーをやらせてもらった時のサイズがこの HB×WA5 っていうほぼほぼ四角のサイズで、その時はイシューっていうね、そのシステム手帳。これもね、また綺麗なシステム手帳があるんですけれども、そちらのアンバサダーをさせていただいておりました。HB×WA5 と、あともう一つ、ノックスが出してる n a っていうサイズがあるんですね。もういろいろわかんないでしょ <laughs>。ここら辺のこの2サイズは特殊サイズです。特殊サイズ。うん。 で、このナローサイズっていうのは、これ見てわかる通り、高さはバイブルなのね。高さはバイブルなんだけれども、横幅ですね。横幅がこれミニ6のサイズになります。このね。ナローは、縦が、えー、とバイブル、横がミニ6サイズになります。で、そのリフィルも、リフィルがね、ナローサイズのリフィルとミニ6があるかな。これナローのリフィルね。 で、こっちがミニ六サイズね。 こっちがナローでこっちがミニ6。で、ナローは縦がバイブル、横がミニ6なんで、こうやって合わせてみると、そう、ね、見て、このミニ6サイズとぴったんこカンカンでしょ <laughs> なんで、これは、あのね、バイブルスリムとかね、そういうなんか表示とかもされたりしますね。それこそなんか個人の作家さんで作ってるところとかになると、なんかバイブルスリムっていうね、形とかで言われたりとかもするんだけれども、ただこれ混乱するのよ。バイブルスリムってさ、結構ファイルファックスでも、あの、 ナローじゃないんだけれども、バイブルスリムっていう、なんかサイズ発売してたりとかするから、かこれはもうほんとね、あの、ナローで覚えちゃった方がいいと思います。そんなね、あの、バイブルスリムとかそんな言い方は覚えなくていいです。<laughs> ナローで覚えてください。で、このナローサイズね、と、HB×WA5 っていう二つの特殊なサイズがあります。だから、もう厳密に言えばね、 英語サイズ、次に大きいのが h b ける w 英語サイズ、次がこのバイブルサイズ、次がミニ6サイズ、で、えー、あちゃあちゃうわ英語、h b ける w 英語、バイブル、次に大きいのがナローだで、次がミニ6で、次がこの M5 になります。なんで今、現状、えっ、ー、と、発売してるやつで手に入るサイズ感っていうのは、この、 ええー、と、よいしょ。1,2,3,4,5,6種類ですね。A5 サイズ、HB×WA5、バイブル、ナロー、えー、M6、ミニ6、M5 サイズっていうこの1,2,3,4,5,6サイズの展開になっております。ただ、この中で、もう初心者さんが選ぶとして、一番、あの、ドメジャーなサイズは、このミニ6サイズと、バイブルサイズです。 ドメジャーなねサイズ感はね これ以外のやつ選んでもいいんだけれども、一番もう、あの、使い勝手がいいサイズは多分ここら辺だと思います。ここら辺を買って、例えば最初ミニ録を買ったとするじゃん。ミニ録を買ったとして、これでも自分にはちょっと大きいかもしれないってなったら、M5 サイズに行ったりとか、やっぱりこれじゃちょっとちっちゃかったなっていう人は、えっ、ー、と、バイブルサイズに行ってもいいし、あともしくはその中間でナローサイズに行ってもいいのかなと思います。なんでまあ、その買った サイズ、最初、やっぱ試してみることですね。もうさ、買った最初のサイズが一番しっくりくるのが一番いいんだけれども、もし使っているうちにちょっと過不足を感じたら、そのサイズアップをしてみたり、サイズダウンをしてみたりとかね、えー、そういうのをしてみるといいんじゃないのかなと思います。今も、今のは説明はね、ほんとざっくりです。めちゃくちゃざっくり説明しました。あの、一番いいのはさっき説明しました。こちらのシステム手帳スタイルのね、ボリュームねもうスマホが傾いちゃった。このボリュームなのね、あの、 買える人は買ってくださいで読んでくださいもう一番は一番は書籍を読むのが一番いいですその方がね情報量がね全然違うからねもうこんな喋るやつよりも今喋ってて40分も喋ってますけれどもこんな40分も聞かなくてもこの1冊読めばいい話だから <laughs> なのでぜひぜひねそちらをゲットしてみてくださいということで今日はですねこうやってで、ね、も、まあ、いろんななんかそのシステム手帳を出してねサイズを説明してみましたまあ、この中でね。 あの、自分のね、お気に入りのあサイズこれにしようかなとかね、そういうものがちょっとでもね、あの、検討がついたのならば幸いでございます。ということで、今日も見てくださりありがとうございました。ではまた明日お会いしましょう。バイチャー